松本人志問題、元文春記者が、文春の内部事情ネタバレ OB からも、やりすぎじゃないかの声。今田浩二のネタバレ MTG に出演。元週刊文春記者で、ジャーナリストの中村隆太郎氏が3日、読売テレビ、今田浩二のネタバレ MTG。土曜午前11時55分に出演した。 番組では、性的行為強要疑惑を報じられた、週刊文春の発行元である、文芸春秋社に対し、名誉毀損による、損害賠償金5億5千万円などを求めて提訴した、ダウンタウン松本人しの問題を取り上げた。昨年末発売の週刊文春1月4日11日、合併号による第1弾報道から、最新の第5弾まで続く、文春法だが、中村氏は、早くから続報を予想していたという。 中村氏は元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏とともに事実無根とした吉本工業への初動ミスを指摘その後第一弾が出たのが去年の年末の合併号なんですねその合併号の後に文春の記者に聞いたら今本当だったらお休み冬休みなんだけれども実は垂れ込みがすごい来ていて編集部が対応できないぐらい被害者とこれ事実かわからないですよ 被害者と名乗っている人たちがいっぱい情報を提供してきていて、休みの間ほとんど一日、何人かの勢いで取材で人に会ってるという状況だったんですよ。それ、私聞いたときに、ああ、これはもう第2弾、第3弾、もっと行くのかなっていう気がしましたねと振り返った。直後に、ただ、一方で文春の OB なんかは、今のやりすぎじゃないか、叩きすぎなんじゃないかっていう風な声も一部ではあってと、裏話を披露。 これは時間の流れだからどうしようもないんですけどとした上で昔は文春は意外と大らかであんまり芸能人を叩きすぎるのはどうかねとか逃げ道は用意しておきなさいよとかそういうことを言われてたんですあとは過激にした愛嬌ありっていうモットーもあったので今の感じだと愛嬌ないよねなんか全てがガチになってる感じがしますねと見解を示したこれを受け橋本氏はそこはやっぱり全面的に争うってなったから 文春側もカくなになって争うってなったので、最初に事実と事実でないとこと区分けをして、ここは言い過ぎじゃないのこれおかしいんじゃないのっていうことをしっかり表明しながら、松本側は文春と戦うべきだったのかなと思いますと、改めて指摘した。 また、橋本氏は、現代の男女の関係について、自ら飲み会に出ようが、何であろうが、最後のところで、女性側がノーと言ったらノーだし、嫌と言ったら嫌、もうそれが大前提と時代が変化したと言い切った。この件に対する、海外ファンの反応は、以下の通り、本当に被害者だった場合は、かわいそうだと思う。 でも、便乗して出てきただけで、何の証拠もなく、裁判で認定されなかった人は、嘘つきとして、名前も顔写真もネットに公表されるだろう。金発作に出てきた悪人として、それくらいの覚悟は当然あるんだろうし、証拠もあるから、名乗り出たんだろうと思うが、松本人志の人生が、すでに大成功していたとしても、妻や子供の人生は、まだまだこれから、その人たちの人生を壊すような嘘をついたのであれば、 それなりの制裁は受けないといけない。あとは過激にした愛嬌ありっていうモットーもあったので、今の感じだと愛嬌ないよね。なんか全てがガチになってる感じがしますねと、見解を示した。過去に文春編集長は、我々は最悪書かれた相手が自殺することも、頭の片隅に置いて、それでも書く。僕たちは間違ったことはしていない。死ねと言っているわけじゃないけど、結果的に自殺するんだったら、しょうがないと発言しているわけだが、 この発言のどこに愛嬌があるのか教えてほしい。警察に訴えるとなると、きちんとした証拠や証言を揃えなければいけないだろうし、相手が業界のボスともなれば、もみ消されるとか、いろんな圧力でうやむやにされる恐れもあるから、こういったやり方も仕方ないのかなと思えるところもある。また、最初の段階で、吉本側がよく調べもせずに、事実無根ですと言い切ったり、 記者として徹底抗戦の姿勢を見せたり、松本自身がおちゃらけたコメントを出したりしたのがいけなかったのではと思います。初めからきちんとした対応をしていれば違った展開になっていたかもと思います。あの時拒めなかった。本当は不同意だった。納得していたわけではなかったといった話ばかり、なんなら拒めた話の方が多く、文春の報道のほとんどはただの印象操作です。 こうも大事になる話だったのでしょうか。何年も前の暴露を許容する時代の空気が、こうした騒動の根幹なのかなと感じます。AV 新法や不同意をめぐる法改正を見ると、過去の決断を翻すことを余地とするのが世の中の流れなのでしょう。今まさに問題になっている原作者たちのドラマ制作への暴露も、10年単位で昔の話を蒸し返しています。被害者を守れという論は、それはそれで正しい。 でも成人した立派な大人が自分の言動や心の中の思いを数年、何なら10年以上も経ってから翻すことが当たり前となってしまえば、目の前の何を正しいとすれば良いのでしょうか。結局は裁判所が事実相当性とやらをどう認めるかってところですよね。刑事事件にもなってない、被害届も出してない、実名も何も個人が特定できるような情報は公開されてない、そんな水増しアカウントみたいな人間の証言だけを量産して、 それをそのまま裁判所が認めるなんてことになったらいくらでも冤罪作り放題ですから。裁判の法廷にまでは出ずとも裁判所が一人一人を呼び出してそれなりの事実確認と証言の裏取りをしないことにはあんな記事だけで事実相当性を認めちゃダメでしょ警察ではなく文春に告発する方々は文春から何かいただいているのかな そうでないなら、弁護士に無料相談するとか、警察に被害届け出すとか違う手段を取らないのかな被害の真実が大事だが、窓口が週刊誌に集中するのがどういう意味かにも、報道してもらいたいですね。私もそう思います。被害者の方には、本当に同情と悲しみと、それが犯罪であれば、許されない怒りを感じます。片方で報道のあり方として、文春が人を裁くようなことに、違和感と不快さを感じます。 今後、人は暴露されて蹴落とされ、蹴落とす側が報酬を得て、文春が力を持つ傾向が続くなら、それは大変不快です。被害者側も何年も経って、文春側からネタ量を受け取って公表と、模ししているなら、同情等の思いは少し打ち消されるものを感じます。この問題は非常に複雑なものを感じます。 少し前まではフライデーに乗ったが有名勢みたいなちょっと自慢げに語る芸能人も多かったような気がする。豪快さやモテモテ具合がバレて逆に自慢みたいな感じでした。三田村さんとかも上沼恵美子さんに楽しい範囲でいじられて勘弁してよというのがネタになってたように思う。今の文春法は食らったら終わり。エンターテイメントとしては面白くない。社会で大きな揉め事があると大物芸能人が狙われるのは世の常なのかな。 話題のすり替えというか、スピンというか、メディアには何か今大変な政策が決定していたりしていないか、そちらの監視をお願いしたいな。名誉毀損の賠償金上限を引き上げた上で、今の文春なり、週刊誌の事実と嘘を交えて記事にするスタイルなら文句はない。文春が正義と勘違いしている人も多いが、所詮はゴシップ、エンターテイメントに過ぎない。であれば、記事の対象を潰すことも厭わず、 金稼ぎをしているのだから、自身もそれ相応のリスクを負って、金稼ぎをすべき、地上早めちゃっていいと思うんですよ。松本さんは、宮坂さんみたいにユーチューバーになるのは絶対違うんで、天倉との専属契約でいいと思います。予算かけられるし、制限低いし、ちょうどいいと思う。ガキと DX は終わってもいいし、クレイジージャーニーは、タラさん、一本グランプリは、バカリさんがやってくれるなら、それでもいい。 滑らない話もそろそろ感あるし、スイダウはスタッフのポテンシャルありきなので、他の人でも何とかなる。その分、天くで試験的なのやってくれるなら、その方が建設的。なんか次から次へと出てきてるけど、すべて証言だけで言ったん化ちみたいになってるけど、偶の根も出なくなるような証拠ないのかね。これじゃ、印象操作で無理やりに黒にしようとも取れる。本当に被害者がいたらかわいそうだけど、少し前にスイダウの番組でもやってたけど、 プロデューサーみたいなのに呼ばれていくらお金を出すかみたいなやつ。真面目な人はうさんくさい話は最初から拒否して電話とか来ても無視してるわけで、呼ばれた側もどこかに下心があったわけでうまくいかなかったからって訴えてるようにしか見えんのよ。今のところだけど、マスコミが政治家の不正や企業の隠れた犯罪を暴くのは権力の監視、社会的な意味がある。 しかし、有名人の不倫や二股へ飲み屋でハメを外したとか、犯罪性のないどうでもいいプライベートなことを書き立てるのはどうなのか。いつから週刊誌は芸能人のプライベート暴きが仕事になったのだろう。